目が合うやつはなんかっていう。どういうこと？デート中。デート中。毎回とかだったら僕。ちょっともうお尻ちょっと上げるっすよ。今日はバチェロレッテ2でね大活躍してた中道リオンくんに来ていただいております。ありがとうございます。中道リオンです。よろしくお願いします。はい、身長体重分で身長体重分で身長は184、体重は74、年齢25です。この3つの数字を並べて出会い系アプリに登録してたらゲイです。どういうことですか？身長体重年齢をもうツイッターとかに書いてね。へえ、そうなんですか。そう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 。ほんで身長。身長って。え、そんなんバチェロレッテのオーディションで測られる。測られなかったです。どういうオーディション？そっか。なんかこの間あのカメラ止まってる時にサイズはどんな感じなって言ったら、え、サイズってあるんですかって突然出てきた。やってたね。確かにやってた。じゃあペットボトルと比べて。比べるな。やめてね、ヒゴくん。やだ、エッチ。ペットボトル普通に握っただけじゃないですか。まあ、上半の好きじゃないですか。バチェロレッテっていうのが素晴らしいね、スペックの高い女性が一人いて、それに、まあ、いろんなジャンルのいろんな男性たちがね、17人がアタックしていって、で最後の一人に絞られるっていうリアリティショーみたいなものやねんけども、まあ、そこで十分ね、活躍をされてらっしゃったのがね、中道さんで。いやいや、ほんで私はね、もうそれを見てからね、すぐさまフォローしました。バチェロレッテで知ったって言ってた。そう。いやいや、ちょっと服着てていいですか？恋愛系の番組やったんで、まあ、いろんなね、経験もその番組でしてるかなと思うんですよ。まあ、詳しいことはね、あの、Amazon プライムでぜひ見てもらったらと思うんやけども、まあ、今日はせっかくやしな、なんかうちのチャンネルって視聴者からお悩み相談が結構来るんですよ。ちょうど中道くんと一緒になんかお悩み相談をね答えていくという。確かに、ね、めっちゃいいじゃん。そうやね、何もやることないときこれやるって決めたやることない。おい、せっかくゲストまで来たのにご相談、みーちゃんさんからのお悩みです。みーちゃんさん、2ヶ月前にとある友人に勧められてマッチングアプリを始めたのですが、ある日マッチングしたとある男性からメッセージが送られてきました。その男性はプロフィール欄に顔写真も載せておらず、気味が悪いと思いました。しかし私と同じ20代という表記もあり、適当にメッセージを返信してしまいました。3週間ほどした後、彼の方からお会いできませんかというメッセージをいただきました。私はいやいや待てよと思い、せめて顔写真を送ってくださいとメッセージを返したところ、2日ほどした後に返信がありました。返信欄には顔写真が添付されていましたが、それは推定年齢40代のおじさんの免許証の写真でした。本文のメッセージには顔が悪くてすみませんの文字が、もう怒っていいやら笑っていいやら分かりません。なぜこちらは顔写真を公開しているのに、この男性は顔を出すことなくすぐに相手と会えると思っているのでしょうか。そもそもなぜ顔写真1枚程度のものをそれなりに用意もできずに出会い系アプリで相手と会おうとするのでしょうか。思うことがあって、なんでその顔をアップしてない人とマッチングしてない。そうやねん、あんたのマッチングしたんやろって。でも20代の表記があったから、うん、マッチングしたらしい。あ、なるほど。ちょっと顔見てみたいってなったのかな。車とか乗っとったんちゃう。顔以外のやつがちょっとお金持ちそうだ。でもそこにちょっと引っかかったみーちゃんが悪いんちゃう、うん、みーちゃんが悪いなこれ、うん、結論みーちゃん結論早っ。出会い系アプリとかやるの？あ、絶対そう来るだろうなと思ってました。僕やらないんですよ。なんか自分の写真さらすの怖いなとか思ったりしてて。え、でもさらさなくても、勝手に使われるんです。私、普通に。あ、いっぱい登録されてる。いっぱいいるから。あ、僕もいっぱいいます。あ、そう。ヒロキ28歳でいたりとか。ヒロキ。これ Tinder やってんの？やりもくやん、これ。そうじゃん。でも、なんか、マッチして、た相手がメッセージでいつも見てますって来るから、うん、だからできひん。こっちはやりもくでムンムンしながらマッチしたのに、うん、お前は知ってるというだけでマッチしてきたのか私にって思って、だから出会い系でやったことはないです。でもさ、あんたそんなこと言ってるけど、これからマッチングした人をこう言わへんくなって。だからそれがやりたいんやったら知らんふりしとけ。知らんふりしてほしい。はじめましたっつって。
そう、まあとにかくこれはみーちゃんが悪いということで、みーちゃんが悪い、みーちゃんかもいいんすか、みーちゃんダメですよ。だってさ、この人、この男が顔出さへんのはさ、顔が悪いからやろ。実際会ったらブサイクでもなんか好きになることってあるやん。ある、人によっては。ほんまにこれあるやん な、あの写真とか映像よりも実際に会った方が魅力的に見える人って、うんうん、全然いますから。だってそのタイプなのかもしれん。だからなるべく顔写真も載せずに会うところから先に、いや、それあると思います、ね、会いたいっていうのがあるから、そういう感じを狙っとったんやろうなと思うと、俺は別にこのおじさんそんなにすごい攻め立てられへんな。しかも推定40って本当は20かもしれないんで。確かにな。でも40って若いよ。美味しい年頃やけどな。美味しい。次の悩みに行きます。ベーマルさんからの質問です。ベーマルさん、たまにこの方いただくね、はい、ブラス君、アレちゃん、助けてください。私は今連日名前を聞けば一部の人はあーという元アスリートから連絡先を聞かれて困っています。こちらは仕事として現場に派遣されております。仕事だからバレたら首が飛ぶと断っても、バレなきゃええやん、遊ぼうやと言われる始末。そもそも何の魅力もない私に連絡先を聞きたがるのがからかいだとしても不思議です。うまい断り方はないでしょうか。お、中道くん、そんなん言うてんの。バレなきゃいいやん、遊ぼうやってんの。でもさ、これ自分のタイプやったら教えてるんじゃんと思う。いやいや、それは間違いないね。うまい断り方、それでいいやんな。全然タイプちゃう。それはめっちゃ、それ下手な断り方。下手、これ、かなり下手な断り方。はっきりした方がいいやん、その方が。これまで断ったことあります？あ、断ったこと全然あります。なんか連絡先教えてくださいよ。言われても、事務所入ってない時から、あ、すいません、事務所の方がちょっと、みたいな、言ってます。めっちゃ色気取りやん、その時から。そうなんですよ、やっちゃった。いや、嫌われるようにしたらめっちゃ臭くしてくる。目の前で、なんかめっちゃ鼻くそこじるとかさ、事務所食べるとか。だって。何が相手しとったら引く。いや、例えば、おなら。あ、おなら？好きな女の子が、おならめっちゃ、ちょっと水っぽいやつ。いやいや、下痢じゃないですか、普通に。ちょっと笑った時に、でも、当然のように、いや、当然のようには嫌だ。自分がこう、好意ある子が我慢できず、こう漏れちゃったみたいなのを逆にこう、親近感っていうか、それを指摘するの、おならしやがって、うわ、それは、それでもちょっと知らんふりしとく、悩むかも。ちゃうね、もうなんか過ぎたな、あ、ちょっと待ってよ、あんな、それでな、それ、どう、どうかしそう、ちょっともう、こう、お尻ちょっと上げるだいぶやり慣れてるな。じゃあそれをしましょう、ベーマルさん。しじみさんからのお便りです。ひろしきずのお二人、こんにちは。僕は今大学3年生で、田舎から東京の大学に出てきました。いいなと思う子はいるのですが、同じサークルでたまにおはようというくらいで、どうせ田舎者だと思われて終わるんだろうなと、自分からも遊びに誘うことができません。最初のきっかけはどうしたらいいのでしょうか。これから中道くんが下手くそやったんやな。かなりかなり下手くそ。すごく可愛いとこやったっけ。なんか遊ぼうとか言わへん人結構多い。気になってても一切言わない人多い気がする。これまでにどんなアプローチしたこと。じゃあ付き合いましょう。それは自分から、自分から行った。自分から行きましたね。おお。どうやってアプローチしたの。もう友達からだったんですよ。まあだから会う機会は結構多かったんで、そこからまあ2人で行って遊ぼうっていうのは僕から切り出してみたいな感じでした。アレちゃんでも結構アプローチする方やん。あ、そうなんですか。自分からはっきりしてるかも。結構気に入ってる感じやけど、あとは相手が、ね、その気がなかったら多分それに触れないように、ありがとうって言うだろうし、それで大丈夫やったら多分またご飯行こうとかなるやろうしっていう風に。なんかゲイの感じやねんけど、よく目が合うやつはなんかゲイ。あ、そうなの。どういうこと。ほんまや。どういうこと。普通ののんけの男ってこう、男と女がおったらパッと先に女の方を見る、うん、生き物やと思うね。やっぱよく目が合うやつはお互いよく男を見てるやつっていう。あ、何回も目合うやつはだんだん意識するようになるから、うん、取り急ぎ何回も目合わすっていうのやから、自然と。あ、別にゲイ問わず男女とか、そうそう、これ男女とか関係なくちょっとパッてパッと反らすとかもいいし、うん、恥ずかしがって負け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 、目合ってた今、いい感じ、目合ってた、いい感じ、もうやめてそこでセックスする。次、マカオさんからのお便りです。先日気になる女性と初デートに行きました。自分のおすすめのイタリアンのお店に行ったのですが、勧めたパスタの一口目を食べる前にめっちゃタバスコをかけたんです。え、
と思っていたけど何も言わなかったのですが、帰りの際にごちそうさま、すごく美味しかったけどちょっと辛かったかもと言われました。てめえがタバスコかけすぎたんだろうって気になりました。お二人はどうしても許せなかった行動ってありますか？許せない行動か。ーデート中にね、なんだろう、しょうもないんですけど、まあデート中に車を運転してて眠たくて寝るのは仕方ないと思うんですけど、毎回寝る子とかだったら、あ、そう、それをこう申し訳ないけど、あ、寝ちゃったごめんねとかだったらあるんですけど、当たり前のようにバン寝るみたいな感じの、はい、ついたら起こして、ついたら起こしてみたいな感じで来られると苦手だなっていうか、自分のものを触る人いない時に、え、そこかんってこと？いや、じゃなくて漁ったりする子が、漁しかも自分がいない時に触るってどういうこと？例えばその家に残してコンビニ行くでも何でもいいんやけど、勝手にこう触った感じ。俺付き合ってる人だ。例えば過去にあったのは、エッチしに行ったとこの人がお風呂とか入ってる間着てる手紙とか、なんかそれはあかんって。堂々と言うで、大変やな、電気代着てんでるとか。目に見えてるものだったらいいと思うんですよ。目に見えてる、目に見えてる手紙とかも朝出して読んだりとか。それは良くないね。デート中、デート中、もうだってアリちゃんのデートはもう家に連れ込むというスタイルやから。まあでも付き合ってたらね、それは全然。でも家にちょっと今日お邪魔してみる。なんかちょっと見せたい。見せたいものが。いや、子猫ちゃんがおるね。あ、そうなんだ。猫めっちゃ好きなの。俺猫やね。はい、ということでね、今日はね、ごめんなさい。もうセクハラいっぱいしました。いや全然楽しかったです。本当にあの最初ここに来た時はスタッフさんがいっぱいいたけど、一人また一人どんどん離脱して、なんで今日はお付き合いいただいてありがとうございます。ありがとうございました。またぜひ何かあったらねコラボしましょう。いや、もうあのトレーニングでやるのはもう決まってるんで、第2弾今回はガチっていうのを。確かにもうガチでやったよ。いやあれでガチやってない。リオくんの、ね、チャンネルも概要欄に貼っとくんで、よろしくお願いします。チェックしてみてください。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、何ですか、いつも今日脱がんかったやん。脱ぎます。いやちょっとだけ。いやー、あー、いいの。